それではただいまより有原航平投手入団会見を行います。まず最初に三笠取締役 GM より入団の経緯と期待することなどをお話しいたします。はい、皆さんお集まりいただきありがとうございます。今日本当ね、有原投手のホークス入団会見、こういう場がを迎えることができて大変嬉しく思います。まあ、有原投手との実績と、まあ、については、まあ、私が ご説明するまでもなくですね、まあ、日本を、まあ、代表する投手の一人として僕らとしてはいつも動向を注視をしておりました。で、まあ、チームの状況としてはこれも皆さんご存知の通り、まあ、2年、日本一逃してですね、今年はもう是が非でもリーグ優勝日本一になりたいというようなところと、まあ、あと千賀投手の抜けた先発投手陣の整備というようなところがチームの編成としてはテーマの一つというようになっている中で、まあ、有原投手に関してもですね、ぜひ、まあ、私は言うまでもなく素晴らしい実績を持っているピッチャーですので、もし日本に帰ってくるということであればぜひお話をしたいなというようなところでですね、タイミングがあって、機会があってですね、僕らの状況と、まあ、あとはそのチームの状況というようなことだけで、なくですね、皆様ご存じの通り、まあ、ホークスとしてのいろんな取り組みであったりだとか、まあ、いかに有原投手を、まあ、来てほしいと思っているかと、まあ、いうようなお話をいろいろとした中で、まあ最終的には、ね、有原投手のご判断ということになりますけれども、まあ、アメリカでプレーする、日本でプレーするといろんな選択肢ある中で、ホークスを選んでいただいたというような経緯であります。まあ我々としては今申し上げた通り先発ローテーションの一人として大きく期待をしております。まあ、一方で、ね、日本でプレーしたとはいえ、まあ、久しぶりの日本ではありますので、まあ、あまり無理をしすぎることなくしっかり、調整をしてもらって、開幕を迎えてですね、あとは、まあ、ホークスにしっかり慣れてもらって、コンディションを整えながら開幕に向けて、準備をしてもらいたいなというふうに思っております。私の方からは以上です。続いて質疑応答に移ります。代表質問を KBC 九州朝日放送沖アナウンサーよりお願いいたします。はい、それでは代表しまして KBC 九州朝日放送の沖が質問させていただきます。有原投手、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まず率直に今の気持ちを教えてください。はい、本当にこう福岡に来てソフトバンクホークスに入団することができて今本当に嬉しく思ってます。ホークスからオファーがあった時の気持ちはどんなものだったんでしょうか。本当に何度もやっぱりこの福岡でも投げさせてもらってますし、その中で対戦して本当にやりにくいチームだなっていうふうにずっと思ってて、とにかくやっぱり強いっていう印象だったので、そういうチームから声をかけていただいて本当に嬉しかったです。ホークスに入団を決めた一番の理由はどんなものだったんでしょうか。やっぱりこの2年間正直そこまで先発としての数もこなせてなかったですし、その中でやっぱり高い評価をしていただいて、こう強いチームに一緒にやろうっていうふうに言っていただけたので、まあ、このチームでやってみたいって思ったのが一番のきっかけです。ご本人からもお話ありましたけども、球団からも有原投手の心をくすぐるようなそんな言葉があったんでしょうか。そうですね、はい、やっぱりその対戦していて手強かったっていうふうに言っていただけたので、まあ、それは本当に選手として嬉しいですし、まあ、本当にこのチームに貢献したいなっていうふうに思いました。ファイターズに在籍をされていた時に、まあ、先ほどお話もありましたがホークスというのはどういうイメージで見ていましたか。本当にとにかく強くて、まあ、どの選手が出てきてもみんなが素晴らしい選手だなっていうふうに思ってました。特に印象的だった選手だったり、試合だったりシーンだったりっていうのはありますか。
本当に何試合も投げてきたのでこの試合っていうのは難しいですけど、まあ、本当に柳田さんにはもう何本もホームラン打たれているのでやっぱり柳田さんの印象が強いです。有原投手は早稲田時代その和田投手が先輩であったり、柳田選手は同じ広島県出身だったり、甲斐選手だったり牧原選手は同じ学年になるわけなんですけども、どなたか、ホークスの選手と連絡を取られましたか。和田さんにはすぐ電話させていただいて、まあ、一緒に頑張ろうっていうふうに言っていただけたので、まあ、本当に心強い先輩なのでたくさん質問して勉強したいなと思います。それからかつての同僚ファイターズ時代、共にプレーをしました近藤選手とまた同じチームでプレーをするということになったんですけども、近藤選手とは何か、連絡は取られたんでしょうか。はい、連絡を取りました。やっぱりまだホークスであんまり挨拶もできてないので、まあ、まずは近藤がいてくれるので友達がいるので少しやりやすいかなと思ってます。まあ、近藤選手も日本を代表する選手ですけどもまた同じチームでプレーをするということに関してはどう思われますか。本当に心強い選手で本当にチャンスにも強いですし何度も助けてもらったので、まあ、これからも助けてもらいたいなって思ってます。2年間のアメリカでの生活というのは、野球人生の中でどんなことを感じてどんなことを学び、自分の人生でどんな糧になったでしょうか。本当に、まあ、苦しい時間が本当に多かったですけど、まあ、こんだけ野球にしっかり向き合って考えるってこともなかなかない時間でしたし、まあ、満足いく成績は全く残せなかったですけど、まあ、この経験を生かして成長することが大事だと思うので、まあ、いい2年間だったなって思えるようにこれから頑張っていきたいなと思います。まあ、手術などもありましたけども、ご自身のコンディションというのはどういうふうに感じられてますか。手術したところも今本当に全く問題ないので、まあ、キャンプインしてからペースを上げてしっかり投げていきたいなと思います。有原投手はさまざまな球種を操るそういうイメージがあるんですけども、ご自身では自分の持ち味というのを改めて教えてもらっていいでしょうか。はい、やっぱりいろんな球種を使ってこう球数を少なく長いイニングを投げることが、まあ、僕の強みというか仕事だと思っているのでそれはぶれずに続けていきたいなと思います。ホークスは12球団でももう非常にこう層の厚くて競争が激しいチームなんですが、そんな中でキャンプでもまず A 組スタートということになりますがどんな姿を見せていきたいですか。まずは本当に健康にしっかり動けて投げるってところを見せるのが最初だと思うので、コンディションを整えてキャンプインできるようにとにかくそれだけを考えてやっていきたいと思います。まあ、これまで日本では6年間で60勝、3度の最、2桁勝利それから最多勝もマークされるなど本当に実績十分ですけども、また日本に帰ってきての、初めての年になりますが改めてどんな成績を残していきたいと思われますか。やっぱりこの2年間やっぱりこっちにいなくて日本の野球も知らないですしやっぱりもう僕がいた時とは全然違うと思うので、まあ、本当にルーキーのような気持ちでがむしゃらにやるので今目標は全然考えてないです。とにかく優勝に貢献できるように1年間投げるそれだけです。まあ、先ほど三笠さんのお話を聞くと改めて期待というのが大きいなというふうに感じるんですけども、その言葉を聞いてみてどうでしょうか。本当に嬉しいですし、まあ、やっぱりもうやらなきゃいけないなっていうのも思うのでもうそのつもりで頑張ります。チームは千賀投手もアメリカに渡りましてやはりエース級の柱としての活躍を期待していると思いますがそのあたりの思いというのはどうでしょうか。当然やっぱりそこを期待して取っていただけてると思うので、まあ、それに応えられるようにもう必死にやるだけかなと思ってます。有原投手は広島ご出身ですけどもこの福岡は非常にこう広島からも近いですし、まあ、そのあたりもこの球団を選んだということもありますか。そうですね、はい、両親だったり地元の友達も応援に行くねっていうふうに
言っていただけたので、はい、そこも心強いなと思います。では最後にたくさんのファンがですね、有原投手に期待していると思います。改めてフォークスファンの皆さんに力強いメッセージをお願いします。福岡ソフトバンクホークスのファンの皆様、有原浩平です。今シーズンからよろしくお願いします。必死に頑張ります。ありがとうございました。代表は以上です。沖アナウンサーありがとうございました。それでは次に個別の質問を受け付けます。会場にお越しの皆様、ご質問がございましたら挙手にてお願いいたします。ご質問ございませんでしょうか。はい、フルカウントの竹村です。三笠 GM にお伺いしたいんですけども、先日監督コーチ会議にて藤本監督も先発陣が少し課題かなというふうにおっしゃっていたんですけども、先ほど GM の口からありましたけども、改めてこのオフの、先発陣の補強っていうのはフロント陣としてもテーマに掲げていらっしゃったんですか。はい、そうですね。もっと何か言えばいいですかね。はい、当然、ね、長年チームを支えてき、てくれた千賀投手が、まあ、抜けるというようなところが大きな点でありましたし、まあ、そういう意味では、まあ、スタッツ上もですね、やっぱり長年工藤監督時代は投手陣が、まあ、野手陣を支えて日本一になるというようなスタッツ、まあ、貢献度という点でいうと、まあ、去年は野手が上回って投手が少し下がっているというようなスタッツも出てましたので、まあ、それでさらに千賀投手も、まあ、抜けるというところと、まあ、あとね、いわゆる外国人、まあ、かつてでいうと外国人 の, 先発陣であったりだとかというところで埋めてたところというのも去年はなかなかチャトットもあれでしたし、まあ、例もね、やってくれましたけども、機会多くなかったというところありましたんで、そういう意味では大きなテーマにしてました。まあ、そういう意味で有原投手入っていただいて大変、心強いですし、まあ、あとはね、この前も申し上げましたけども、まあ、オスナ投手が後ろに入ってくれるんで、そういう意味で救援陣をさらに補強することによって、救援陣自体の強化を図るとともに、先発、中継ぎ、どちらも適性があるというピッチャーのうちはたくさんおりますので、そういう意味で、先発陣の方に、ね、回せるというような相乗効果もあるというふうに思いますので、そういう意味ではガンケル投手もそうですし、有原投手ももちろんそうですし、オスナ投手も入っていただいて、まあ、投手陣の強化というのは、まあ、布陣としては、ね、できたんじゃないかなというふうに思っています。以上です。選手同士が刺激し合うことが先日大事だとおっしゃっていましたけど、まあ、有原選手に限らずだとは思いますけども、こう選手を獲得することで選手同士が、まあ、競争心を持つというところも、まあね、獲得の狙いとしてあったんでしょうか。はい、まあ、そうですね、まあね、そうやって外から言われるとやってる選手は大変だと思うので、あまりそればかり言うのも良くないなというふうには思いますけども、まあなんていうか、まあ、やっぱりプロの世界なので、ね、チームメートとして、一緒に対戦相手に向かっていくというのもありますけども、まあ、やっぱり限られたね、スポットを目指して、まあ、お互いベストを尽くすということで、まあ、競争していくというのも、最終的に、ね、チームのパフォーマンスとして高いレベルを保っていく、引いては、まあ、レベルの高い野球をファンの方にお見せするというような意味合いで必要なことだというふうに我々考えておりますので、そういう観点でも有原投手の加入は戦力として大きいですし、まあ、あとはね、本当にいろいろいろんなメジャー、先ほどもおっしゃってましたけども、まあ、ファイターズ時代の経験もそうですし、今年これまでね、ここ2年アメリカで培った経験みたいなものもチームメートといろいろ意見交換してもらったりしてもらうというのもいい公開になるんじゃないかなと思っています。ありがとうございます。その他ご質問ございますでしょうか。
よろしいですかね。はい、それでは質疑応答を終了したいと思います。この後フォトセッションに移ります。準備しますのでしばらくお待ちください。すいません、こちらもお願いします。ありがとうございます。よろしいでしょうか。お願いします。すいません。最後ですね。はい。ありがとうございます。はい、じゃあそろそろムービーの方に入りたいと思います。はい、じゃあすいません、皆さん、ムービーの方、よろしくお願いします。向こう側、はい。それはワンショットでやりますんで、はい、よろしいですか。はい、ありがとうございます。じゃあ三笠 GM、はい、大丈夫です。ありがとうございます。じゃあ、アリハラ投手ワンショットで、はい、また撮影しますので、ポージングとかご指示。背番号を見るのに、はい、はい、はい、そうですね。あ、こんな感じです。はい。あ、そう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 。顔はカメラの方ができるけど、顔だけグッ、あ、もっと背中を見せてですね。あ、そうそうそう。で、顔だけグッてお願いします。首から首が結構大変やな、これ。すいません、そのままこっちの方に回す。はい、あ、どうぞどうぞ。はい、ありがとうございます。はい、じゃあお願いします。すみません。ありがとうございます。そのままこっちの方にぐるっと回ってもらいました。少しずつ、はい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 、あ、もうちょいいいですか。はい、あ、すみません、メッセージいただいていいですか。あ、いいですか、ありがとうございます。じゃあ、スチールの皆さん、もうそろそろ終わりにしたいと思います。こちらの方、大丈夫ですか。スチールの皆さん、はい、ありがとうございます。じゃあムービーの皆さん、もう一回じゃあ行きましょうか。ポージングは先ほどと同じような感じだ。もう一回。あ、もう一回。ムービーです。次はテレビで。はい。ポージングこのままで大丈夫ですか、皆さん。よろしいですかね。じゃあもうしばらく。あと10秒ぐらいで、はい、よろしいですかね。はい、はい、ではもう一カットですか。もう一カット、ああボールで、はい、あ、じゃあちょっとじゃあこれだけ、はい、じゃあ最後に行きましょう。はい、じゃあこれもあのムービーの皆さんも、あ、ちょっと真ん中ですか。はい、あのスチール中心で、はい、投げる感じですか。はい、はい、こうですね。
あ、そうそう、はいはい、すいません。ありがとうございます。こちら少し笑顔で、すいません。ありがとうございます。ありがとうございます。お願いします。お願いします。こちらの方お願いします。ありがとうございます。ちょっとこちらもお願いします。ありがとうございます。あ、ちょっと歯見せてもらうような感じで。ありがとうございます。すいません、このままメッセージいただいていいですか？あ、笑顔お願いします。ありがとうございます。すいません、こっちの方にも流してもらえると。はい、はい、はい、そうです、そうです。笑顔でお願いします。はい、ありがとうございます。いや、最後こちらいいですか？はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。フォトセッション終了ということでありがとうございました。ありがとうございました。